그리고 1000円で買ったトレーナー、これ買ってよかった、気持ちいい。マリーちゃんいらっしゃい、おやじいらっしゃい。これで裏希望がね、アリコちゃんいらっしゃい、裏希望がね、これや今日がですね、もう各国し最後かな、明日帰るからラスト配信かな。興味ないよ、私が日本に帰ったらもうね、興味ないよ。はあ、ちょっとお薬飲んで。この顔で帰るんだけど、なんかやつらちゃんがね、飛行機で揉めたらしいよ。整形してるから手続きが。早く日本で帰ってきて、ありがとう、初恋。早くちょ、あのね、ちゃんと成功してると思うよ。ザッキーさんいらっしゃい。あ、そう、整形証明書もいるんだけど、整形証明書を、なずなちゃんも空港持ってってのも、なんかいろいろ手続き書かされたらしいよ。靴下に。ありがとう。昨日、ジャックポット引いちゃった。ありがとうございます。そんなさ、朝から叩いてさ、楽しい？くだらなくない？ね。朝からさ、今何時よ、だって。わざわざ見に来てさ、でツイキャス行ったらツイキャスをさ、何登録してた、また叩きに来てさ、どんだけ好きなんだろうね、私のこと。ねえ、大好きだよね。わかるんだよ。あ、これふわっちのアンチだなっていう。で、私ツイキャスのさ、あの新規の人に守ってもらって複雑だったけど。鼻を元に戻したんだけど、なんかアメリカ人の軟骨が入ってるらしい。怖かったんですよ、正直。ほっぺゆかちになってきたね。あ、ありがとうございます。あ、確かに腫れ引いてきてるね。そう、アメリカ人のさっきあのフミヤのとこにいたでしょ、私も。いや、まだちょいっていうか、今日だって腹いじって2日目。でも鼻が腫れてるから顔周りも普通に腫れてるよ。なんかほっぺマジでいい感じ。いや、多分今腫れてるからもっとしぼむよ。で、ちょっとシャワー禁止なんですよ、1週間。顔洗えないし、顔が濡れたら危ないから、各国の美容院ってお風呂入れないんですよ。顔、体だけ洗って拭き取りシートしたけど、くしゃみも危ないです。くしゃみ危ないけどしょうがない。あ、血はね、出なくなったの。マジ痛かったな。この中の綿をね、入れ替えてもらったんだけど、出たこと、ここまで入ってる。ボタンも取ってもらった。あのボタンに関してはマジで、あ、なんかあざになってる。鼻先にさ入れたからあざになってんだろうね。てか、あ、え、大丈夫かな、鼻先ってあざになるの。これあざだよね、エシじゃないよね、エシしないよね。なんか中国人でいたじゃん、女優で鼻いじってさ真っ黒になっちゃったの、壊死して。中国人の女優ね、めちゃくちゃ綺麗な人。内出血だといいんだけど、鼻先なんてやったことないから、こんな色になるのかな。あ、そう、ナムちゃんはなったんだ。じゃあ、え、タツナちゃんなんか青くなってるけど大丈夫かな、大丈夫かな、タツナちゃん怖い？
やめてなさちゃんに言われて怖くなっちゃう。まあ、結局あの5万円50万をもさ払えって言われたこと件1時間揉めてなんか謎に2万5000円になって2万5000円払って、まあ、50万をじゃなくて25万を謎のプライスダウン上の人呼んでくださいって言った瞬間に1時間揉めてたのかじゃあ2万5000円で多分あの通訳の人があのうちら対マンで話を収めたかったんだろうね。なんか上の人に揉めたってあのバレたくなかったんじゃない。まあでも、もうこれまたプラス何時間って話すのめったくさかったから、うん、マンツーマンか囲いってバカだよね。お前ブロックしてやろう。維持したら肌なくなるんじゃない。でもそういう失敗例聞いたことないからそこの病院の うまいと思うんですよ。アメリカ人かわかんないけどなんかその軟骨の提供聞いたことないよね。軟骨のをなんかすごい何 S ランクはアメリカ産なんだって。じゃあそのアメリカ産のちゃんといいランクの軟骨をうちは使ってますからって。でもわかんないよね。だって私さ自分の軟骨を入れたわけここに。そしたらその軟骨がさひび入ってたんだって。だから結局さ自分の軟骨でもそうなってしまうってなんか別に自分の軟骨が正解じゃないかもよ。ひび入ってたの前の軟骨でなんか浮き上がってたんだってここで。まあでもこういうメスはねこれで最後だからもうなんか気が済んだ。大変だね綺麗になるのって。飛行機乗ってこんな顔になってさお金払って痛い思いして1週間辛いしさ綺麗になるって整形もさあの努力だよマジで。楽してるって思うしよ努力だよね。しかも失敗するかもしれないリスクは結局だから日本で半年前やって失敗してさぼったくられたこともあったけど不安定になったりとかでさヨンドンの美容院がさどこにあるか分かんない。歩いて旅して探す。あつなちゃんも頑張ったねうちら前のが大掛かりだけどヨンドン美容院でちょっと調べるか。いや予約しなくても行けるしよシャンプーだけヨンドンの中にそう頭洗いたいだけだからさ。でもどうしようかな私日本帰ってさ どうしよう頭ね嫌なんだよね。日本でこあの韓国だとさこういう顔で歩いても全然誰も見ないけど日本だと変な目で見られるもんね。で今日は韓国のでマジでよかったねあの手術した当日帰らなくてマジでよかった。ちょっとすっきりしたもんあの血も抜いてもらって注射でマジで痛かったんだよ。ここに注射刺すじゃんこっから絞ったのギュッギュッてでこうやってギュッて抜いてさいっぱい血取ったんだよマジで痛かった。そあと腫れの注射もめっちゃ血が出た溜まってたんだって。で私なんでかなって思ったら薬飲むの忘れてた。あの飲まないといけない薬飲むの忘れててさちゃんと飲まないとでぼーっとしててねこれは飲んでたんだけどこれの存在知らなくてこれ飲んでなかったんでこれはよくわかんない。ちゃんと飲まないと。今日はタッカンマリまた食べてタクシーゲーって俺タクシーゲーじゃないんだけどぼったくられること言ってんの。あー私さ全部ね計算したの金そしたらね115万ぐらい使ってる。今からでも絶対ローケーうん
薬飲んだじゃんと。1日3回のね。じゃあお外行きよう。美容院探して高まり食べて。お金ないです。よかったらのクリスマスイベント応援してください。どう？これいいね。耳がさ隠れて耳が痛くなくて。これよ4千円で買っちゃったけどどう思う？4千円で高かったかな。3000円だったろうね。2000円は多分無理でも3000円だったね多分。いやいいんだよ。あのそうじゃなくてこれあったかくてさ中がさあったかい。とにかくおくれ1000円にだ4000円にだ。あごくクオリティなんかかわいそうな子供みたい。かわいそうな子供みたい顔が。ね、かわいそう。韓国のシャンプーっていくらぐらいでかな。ダウンも買ったよ。ダウン見たい？ダウン見したいよ。3000万も、1000円とかじゃないの？シャンプー高すぎでしょ。シャンプーだけだよ。シャンプーで1000円とか5000円とかじゃないでしょ。これ夏菜ちゃんに見せたんだけどこれ最新のデザインらしいよ。これ最先端だって。で今このワッペンがでかいのが流行ってるらしい。これ最先端。これが かわいいらしい。大きいワッペンで帽子もついてる。マジでかわいそうな顔してるわ。これ15,000円でさすがにちょっと寒いからこれ着れない。これは多分11月とかさ2月3月とかに着たらいいよ。あとはなんかあのガチではいけないよね。ガチでおしゃれした時は着れない。ほんとあのパジャマでコンビニ行くとかさと友達どうでもいい。あのどうでもいいっつうかあの男じゃない女と遊ぶ時とかね。そういう時とかでいいじゃない。でもさ別に可愛くない。ブサイクじゃないよね。まゆちゃん好き。サンタクリスマスありがとう。あーありがとうございます。可愛い方からありがとう。綺麗な方ヤクヤクしてください。可愛いでしょ。35,000円か15,000円だからね。それ相当すごいよって言われた。まゆちゃんそれすごいことだよって。あニューベイビーにも言われた。ニューベイビーさん15,000円は安いよ。私だから結構できるの上手なんだと思う。これ韓国に帰ったら恥ずかしいかな。日本に帰ったら恥ずかしいかな。韓国クオリティかな。やっぱ今見てると可愛いと思うけど。はい。じゃあ美容院探すか。てかびっくりねえねえ、ネットフィリックスさっき見てたの。そしたらさネットフィリックスさジブリ見まくれるんだけど。ネットフィリックスなんでこれ。ネットフィリックス見まくれる。なんでだろうね。ネットフィリックス。あ靴下ありがとう。ありがとうね。え喋りづらいだけ。あそうだ金がねあったんだよね。金がどこ行った。えかあったんだよまだ。ああった あれどっかにワイロね。ウォンが隠れてったよね。
頑張って。あーひーちゃん久しぶり、元気してたの？ありがとうございます、顔が描いてる、ラブ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 。ひーちゃん元気してたのかな、全然見かけなかったから心配してたよ。特命さんありがとう。なんで誰もパチコメしてくれないの、なんで誰もやってくれないわけ、名前言ってないし。ありがとうございます。ちょっと待って、私さ金 あったんだけど、ちょっとウォンカーってあるはずなんだよ、まだポケットに。500円と円で払っちゃいたい、ウォンで払っちゃいたいんだよね。もう使い切んなきゃ、明日帰るから。あ、1,2,3,4,5、あ、1000円あるでしょ。で、まだ金があるんだよ、どっかに。どこやったっけな、あ、あった、200円。1200円か。1200円で美容室行けるかな。クレカあるけど、もうウォンをさ使いたいんだよ全部。いけたです。これこのマスク苦しい。シャンプーだったら1000円でいけちゃうよね。で、あと私整形したじゃん、タックスリファンドも返ってくるから5万円ぐらいお金返ってくるかも。7万円ぐらい、5万円ぐらいかな。うち5万もらった、マジか。でもさ、円じゃなくてウォンで返ってくるじゃん。だから次の韓国旅行でもう換金しないでそれだけで暮らして韓国行ってみようかな。もう整形金使う、円でもらえたの？マジ？めっちゃいいね。マジか。ラッキーだね。そう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 。今まではウォンとかだったから、へえそうなんだね。なんかもう眉の原型なくね。北朝鮮またミサイル飛ばした？それ本当なの？なんか競馬とかにそう、わかる？これでもだいぶ、ま、楽になったけどね。でもマジで寝た気がしない、口で息して。あ、じいちゃんママいらっしゃい。あ、わかる、脱北した子供みたいだね。でも手慣れてるでしょ、私韓国馴染んでるもんね。なんかハニーなんか幸せみたいだよ今、常におやつもらって。韓国めっちゃ行ってる、何十回も行ってる。鼻と脂肪注入と、あと目の下に涙袋をね入れちゃった。だから全部で、あの飛行機とかホテルとか、あの食費とかタクシー全部含めて115万円くらい使っちゃった。でももうこんな使うことはないね。整形お疲れ様、ありがとうリース。あ、ありがとうございます。落ち着くの1ヶ月ぐらいだから本当嫌だな。あのクルちゃんとあと女子会忘年会、私ブスだからね。嫌ですね、それが。よいしょ。
いよ、嘘でも本当でも何でもいいくね。おかん喜んでたよ、めっちゃ若返ってんじゃんとか言って超いいじゃんって。他人としょ、私も衝撃だった。やんだけど、バシ取ってみたらさ、結構調子よくって。おかんもね、整形好きだからさ。おかん整形してるよ、超いいな、私もやりたいとか言って。でさ、うちのおかんがマジで原型なくてさ、なんか私お父さんになのね、でうち長女もお父さんになんだけど、真ん中だけちょっと様子おかしくてさ、でおかんが整形してんのおとん知らなかったから、お前他の男との子供だろって揉めてたぐらい原型がないっすね。うちのおとんはイケメンだよ。まあほら、昔ってさ、今はもう流行っあれだけど、昔はなんか整形とかってさ、なんか、あー寒い、あーこれいいわ、指が。これ持ってない、手袋なんかなくしちゃった、どこ行ったんだろう。お腹空いたから美容どうしようかな、どっち先行こうかな。雪全然積もってない。マイナス1度とかじゃん。あのね、夜中寒い、マジでマイナス2桁。あ、やばい。いい天気。韓国じゃん。ソウルマイナス9度？いやマジか、今マイナス9度だって。いやマジで寒いよ、次元じゃない。日本帰ったら暖かいんだろう。ちょっとミョンドンの中に美容室をちょっと探してご飯食べようか。暑いじゃん。あ、大丈夫でした。PCR 検査行って陰性でした。2連チャン行って。こんな頑張ったんだから綺麗にならないと。寒いわ、手が寒い。そうだね、これさ、夏だったらマジで考えられない。こんなかベトベトになっちゃうんだよ。1週間このテープ剥がしちゃいけないからさ。いいよ、カヤックさんは。もうカヤックつないし、シリアッキョつないし。
私さ、あった、なんか あったよ、もう美容室が、これ美容室かな、この黄色い看板、ヘアって書いてあるよ、これ違うかな、ヘアってハサミが書いてあるけど、違うかな、あー違うかもね、あエクステか、どっかないかな、落ち着いてからって、だから頭洗えないんだって、自分で自分で洗えないから洗ってもらいたいの、あここで買いました、私いるかなあの人、あの人いるかな、こんにちは。おお、ありがとうございます。この前買った。うん、あれじゃん、知ってる知ってる。知ってる？何何何？これの。あ、で、あのさ。うん。え、なんか冷たい。うん。リーガル받는데지금안사고갔어요。돈이없다고다시왔는데。그러니까오라고그래。ね、久しぶり。見てもいい？はい、もちろん。ね、設計したんだけどどう？前がもっと可愛い、え前よりも可愛い、前のもっと可愛い、あ前の方が可愛かった、でも今ダウンタイムだからさ、なんか冷たくない、なんか優しかったじゃん前の方が、はい、これ買ったんだよね、すごい態度変わるじゃん、はいこちらへどうぞ、あ、白も可愛かったな。はいはい、何？前もっと可愛いって言ってくれたのに。うん。うん。あらさ。あか。うん。あ、この人に聞こう。美容室。あらさ。全然ね。よかったらあのさ近くにさ美容室ない？探しててずっと。美容室？頭洗いたいの。頭。うん。うん、ここありますし。ある？うん。シャンプーしたい。私が教えてあげます。うん、教えてほしい。うん、あるし。ユーチューバーです、ユーチューバー。あ、ユーチューバー。あ、映してないよ。うん、あ、よかった、教えてくれそう。下で見たの？あ、ウエストなくなっちゃった。かわいい。ディオールバッグ、これ本物、うん、これ本物だって、うん、本物と同じよ、かわいい、本物と同じなの、うん、何が、これ見てよ、うん、ありますよ、全部ありますよ、全部あります、昨日見たやつがないんだって、全部あります、ね、シャンプーさ1000円ぐらいでしょ、リーさん、んシャンプー1000円ぐらい、あそうそう、あの下にいたらね、授業員に来てみたら前、うん、ああ下の授業員に聞けばいいの、ああだったら美容室中、うん、教えて、うん、前ありますよ、なんか冷たいじゃん、あいいいい、まあ、教えて絶対送ってくれたのに、あ 私が今手がして、うん、ああちょっとやってみて、さよなら、うん、はい、韓国はマジでね顔なんだよ、全然
冷たいんだよ、ブスには。あんなに優しくしてくれたの。え、従業員いないんだけど。あ、すいません、なんか私ここでか、あの昨日ジャンパー買ったんですけど、うん、なんか今シャンプーできる美容室探してて。何シャンプー？シャンプー今整形してるからシャンプーだけしたくて。シャンプーだけ？うんうんうん。でなんか下の人に教えてもらってて、シャンプーだけ。これとドテマツのあるから、ドテマツのシャンプーあるですよ。ドテマツ、ドテマスーパーマーケットでシャンプー、シャンプーだけもいろいろあるから。シャンプーしてもらった美容室、美容院。美容院、美容院。これ今今日休みか、美容院かって。え、シャンプーしてもらいたいんだよ。シャンプーして買おう。シャンプーしてもらいたい。シャンプーを買うんじゃなくて、うん、シャンプーしてほしい。あー、わかんないから。わかんない、うん、なんか上の人が、うん、下の人に一回ちょっと待ってよ、ちょっと待って、ごめんね。うん。え、あ、映してないよ。아, 여기, 아, 여기 미용실이야. 이게 문이에요. 아, 샴푸. 아, 알겠습니다. 문이에요. 네. 아, 그렇죠. 아, 고맙네. 오케이. 아, 아, 다시 왔거든. 고래, 고래 샴푸 때 샴푸 닦게. 아, 샴푸 닦게. 야, 사실 네. だって。安い。安い？聞いて。シャンプーハウマッチって聞いて。シャンプーマン。あー、2500円。2500円。どう2500円。高いね。1000円くらいかと思った。え、カメラ大きい？カメラの、ノー、うん、あー、じゃあダメだ。